人生最悪ですと思っちゃうんですよ、うん、注目する選手ですかね。おじゃあだってさ、岡林とか健次郎だとか高津だとかさ、そういうのは知る深く考えてなると石井、今の楽天の監督、はいはい、石井だとかさ、ああ伊藤昭光も考えてるように見えたかな。あんまりこう、うん、能天気したら本土でやってます考えてますっていう考えてますっていう選手の方がなんか少ないような気がしたんだけどな、うん、旗から見るとよ、うん、ヤクルトのイメージね、うん、まずあの時ほら選手若かったしな、うん、そうですね、うん、もうちょうど伸び盛りの選手の集まりでしたもんね、あの時ね。そうだったな。もう本当成長できたじゃないかなと思いますけどね、うん、そういうチームの年齢層バランス的に野村さんが来たのはちょうどタイムリーな、タイムリー、本当にタイムリーでしたね、うん、明るいしね、うん、くよくよしないし切り替えは早かったですねでもなんかまあ古田が目の前の後ろから監督でブズ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 言われたらさ、明るくできねえよな古田さんはそういう性格じゃないんで、あ、古田そのもの切り替えがめちゃくちゃうまい、ね、ああなるほど、逆に広沢さんとかの方が考え込んじゃうかもしれません、池山さんとか。そうな、はい、まあ、いいバランスだったもんな、じゃあな、うん、だ僕とか古田さんとかよしよしみたいな感じなんですけど池山さん、広沢さんは打てなくなるとちょっと落ち込んじゃうタイプです、うん、でも明日やろうよみたいな、僕と古田さんはこんな感じなんですけど池山さんとか引きずるタイプですね。大体ほらゴルフ1回回ってから性格出るじゃん、うんうん、古田も一緒に回ったことないんだけど、多分プレーゴルフのプレースタイルはそんな風に見えたな。まあいいな、女んでやっときゃみたいな、うんうんうん、現役時代、はい、好きなピッチャーは誰だったんですか。僕はですね、山本昌さんが。あ、そうなん。得意でしたね、このシンカー、シンカー、カーブ、まっすぐ、はい、もうそんなに絶不調でも昌さん来ると打っちゃうんですよほう、いや、マサさん本当得意でした。タイミング合うんでしょうね、ぴったりね。このボールにも全部。はあ。で、まあ、まっすぐ泳がされて拾ってヒットしちゃうっていう、うんうん、なんか本当タイミング合うんですよね。でマサさんはまあもう出てくんなよみたいな風に言われたことはありますけどね。嫌いなピッチャー。嫌いなピッチャー斉藤正樹さんですかね。ああ。全然打てなかったです。案外右バッターで嫌だよな、ああいうサイドスロー、ね、まあ、コントロールで手ここ出していいのかなとか思うじゃないですか。1球目からアウトローいっぱい打つでもな、でも全部そこしか来ないんで結局打てないで。おー、そっか、どっちもいいピッチャーいいピッチャーだけどな、右バッター大盛りしてサイドスロー嫌だよ、ここに来るし外に逃げていくしね。斎、ね、うん、藤さんはもう角しか来ないんで、初球まあ、ミスを甘い球待ってても絶対来ないですからねでいつの間にかボール球振らされてボンダーとか三振とかの多かったですね、じゃあね、はい、飯田哲也の守備論をちょっと、はい、この間ね、はい、前の回に平野健ちゃん来てもらったのよ、はい、うん、で健ちゃんはわりかし補殺も多くて哲也もそうなんだけど、はい、うん、取って早く投げることを考えてたっていうこと、はい、うん、でそのために右足があって左足がここにあって、はい、グラブがここに来るという、はい、うん、こういう感じで左足右足グラブがここじゃないみたいな、うん、こんなこと言ってたんだよ。そうですね、 僕は右足前で取りますね、うん、ああそうなんだ、やっぱりみんなそうなんだ。右足で取れば1個ステップ少なく進むんで、僕の場合は刺すというよりは回さないってことのが大事なんですよ。はい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 、回されると捕殺は増えるかもしれないですけど、はいはい、点が入る可能性があるわけです、うんうんうん、回さないと点は絶対入んないんですよ。そのためにはチャージをしっかりしないとダメなんですよ。膠着、うん、パッて止めるようなのを意識してやってました、うん、俺は外野手なんてやったことないし分かんないけど、はい、俺もそういうふうに指導はする、はい、うん、点割らないためにはストップ回させない限りいい、はい、三塁コーチャーの判断として、はい、外野手が取った瞬間にベースを触るか触らないか回ってるかどうか判断するっていう、はい、だったら
取れようが取れまいがチャージしてきて前で取ったら三塁コーチはストップかけるぞ。かけます。はい。ね。はい、うん。そしたら1点入らねえじゃんっていう、うん、最低も、うん。はい。だけど回った時があるよなって。うん。そしたら前チャージして取って投げなきゃいけない選手が出てくるような、そのためには俺もこういう風な感じで取って投げた方がいいという、なおかつこうであったら体がこうにくだら逃げない人も体に当たるよなみたいな、はい、うん、そうなのか、回さない、そりゃある面ではレベルの高いプロの考え方だな、そりゃそうだよ、そうですね、ああ、まあ、でも回されるってことは下手くそって思われてるか、うんうん、チャンスがあると思ってるから回すわけじゃないですか、うんうん、だから僕もコーチは経験ありますけど、うわ行ってしまえっていう時も確かにありますけど、相手がうわーってきてポンって取ったら止めますよ、止めるよな普通止めるよ、ゆっくり来るんだったらバーってもうチャージしろっていうことはよく言ってましたね。1、3年残ったらダブルプレーのチャンスあるんだもんね、はい、まあ、その後打たれる時もありますけど、行かせないことを考えなさいっていうことは言ってましたね。ポジショニングはどうよ、なんか以前聞いたけど、うん、みんなが前に来いとか後ろに来いとか言うけど、なんか自分で判断して前に行くとか勝手に変えるとかってあるけど、その辺のポジショニング、それはまあコーチの立場としたら、うん、まあデータいっぱいありますし、うん、こっちに守りなさい、うん、もうちょっと前ですよ、うん、っていうのはやりますけど、うん、もう勘ってあるじゃないですか、こっち来そうだなとか、うん、まあこのピッチャーだって引っ掛けてちょっとショート上来そうだなっていう時は勘を頼りにはしてましたけどね、うん、案外当たる方、まあ、当たんないことも結構ありましたけど、うん、センターなのってほらセブンな多少分かるじゃん、分かりますね、感覚的に、うん、なので無難に守ることは嫌でしたね、うん、なんか勝負かけないみたいな、うん、自分の中ではありましたけどね。93年日本シリーズで殺されたもんな、あれはね、あれ日本シリーズですね、あ日本シリーズ、うん、苫篠さんを刺したんですけど、うん、あれはあれ無視 したんですけどね、あーコーチ無視、あれは8回の裏で一塁、うん、2アウト1塁2塁で、うん、バッター鈴木健、うん、定石だとやっぱ長打を長打ある、うん、長打あるバッターだからね、はい、警戒して、うん、まあ、一塁ランナーホームやっちゃダメだよっていうんですけど、うん、その当時センターがホームに風が吹いていたので、うんうん、フライ上がったら追いつくだろうなという根拠があって、うんうん、でも1点取られたらもうセーブだし、うん、もう負けちゃうよなと思ったんで、ここは1か8か勝負だと思って、うん、ちょっとコーチを無視して前守ったのがもうドンピシャに、うんうんうん、ツーアウトだからな、はい、あ打った瞬間スタートだからな、ランナーも、うん、はい、でよっぽど前にいないとさせないんで、うん、あれはやられたね、うん、ドンピシャでしたね、うん、でそれは93年だね、はい、92年哲也もあんまりいい思い出じゃないかな、あれはもう人生最悪ですね。ね、あれも大事なね、終盤に来てバッターが石井武弘な、で俺は武ちゃんにお前振ったらさ当たらねえからさ振るなぶつけてけっつって、うん、とりあえずそこにぶつけてけよっつって振ったらダメだぞっつって、うん、まあ、たまたま右中間寄りにフライが上がったんだよな、哲也が追いついたの俺は見たけど、追いつきました、追いついてたよな、はい、ああここに当たったのか、どこに当たったの、先っぽです、先っぽか、はい、ボールが失速したからか、違うんですが、もう、あ、追いついたと思っちゃったんですよ、うん、気の緩みがこう、早く閉じちゃったというか、あ、追いついたなと思った瞬間、ポッて先に当たって落ちちゃったというね、うん、まあ、決勝点になったで、ライオンズ92年、ライオンズ勝ったんだよ、あれはね、うん、ヒットなりましたけど、絶対エラーですから、自分の中ではね、うん、それからなんか哲也がゲーム前のバッティングでおいても、うん、必ず実弾を取る練習をずっとしてたっていう話を誰かに聞いたんだっけな、もう飯田はそういうことを練習してたよって、うん、相当あのプレーが悔いに残ったというか、そうですね、うん、あの時は悔しいというより情けなかったんですね、うん、自分の中でね、うん、でこうまあ本当に打撃練習でもずっと練習、うん、守備ついて練習はしてましたね、うん、だからまあプロ野球、まあ、野球選手のみならず誰でも大きな失敗とかね、ちっちゃいミスはある、本人が、まあ、周りがしゃあないよ、お前がエラーした、あらやお前が取れなかったらしゃあないよって言ってくれるけれど、うん、本当は自分が一番よく分かっててね、うん、何をミスしたのか、何がいけなかったのか、どこで手を抜いたのか、その結果こうなったんだっていう戒めを持って
ってこう日々練習する人間と、まあいいやっていう、ね、流す人間と、その辺がやっぱりこう違う。これ社会に出てもそうだと思うんだけど、あることだと思うんだけど、うん、その辺を飯田哲也がその後ずっとゲーム前の、まあ普通バッティング終わったらレギュラー質が上がっちゃうんだけど、うん、さて自分のセンターの守備位置に入って実弾、まあ、バッターが打つノックじゃなしに実弾のボールを取る練習をしたって話を聞いたんで、ああさすがだなと思ってね、うん、俺らもいろんな経験もあるけど、まあ、そういういろんないい経験悪い経験を踏まえて、ね、それを踏み台にして乗り越えてこう、ね、野球の人は来るわけだし、まあ、普通の方もそうだと思うけど、うん、さてじゃあ、はい、飯田哲也が、はい、いいよどこの高校でも大学でも社会人でもプロ野球でも、はい、うん、今注目する選手。そうですね、佐藤輝明ですかね。おこれはね、魅力的だね。多分すごい選手になると思いますよ。新人であれだけ飛ばす力もあるし、うん、これがだんだんプロに慣れてきて、もうとんでもない選手なんじゃないかなと思いますけど、松井より上行っちゃうかもしれないっていうような感じはありますね。三振めちゃくちゃ多いじゃん。それが多分慣れてくるに従って減ってくると思うんで、多少当たったらホームランともあるけど、三振あれだけ多いと案外三振の方にこう打ち込むやつも多いんだけど、うん、そういう素振りないもんね。あのね、すごいもう全然大丈夫らしいですよ話を聞くと明らかんっていうタイプらしいので、だからこれが慣れてきて三振も減ってきて率も残るようになるだろうし、すごいんじゃないかなと思いますけどね。後輩の村上はヤクルトの、まあ、あれもう注目どこじゃないです。もう出来上がりましたね、はい、あのオリンピックでもねいいヒット打ってくれたりしたんだけど、はい、ホームラン打ったけど、村上はやっぱりもう2年目から3年目4年目どんどん進化してるんで、うん、多分もうこのまま行くと思いますから。しっかりしてる。これはい、してます。もうチームリーダーっぽく、うん、精神的にも大人になってきたし、うん、出来上がったんで、うん、もう注目するまでもないという、うん、まだ若いのにね。若いのに清宮と同じ世代ですかね、安田とね。そうだそうだ、うん、もうダントツずんだ、ね、ずば抜けちゃいましたもんね、うん、打球えげつないしね。すごいですよね、うん、守備も上手くなってますからね、うんうんうん、左の村上、あ左の佐藤もそうか。佐藤はどこまで行っちゃうんだろうって、うん、もう楽しみしかないですね。そこに野村さんがいたらさ、野村の考えで、うん、佐藤よってなったね、うん、まあ、でもまあ今のままでいいんじゃないですか。ここから自分なりに削っていくところが増えてくるんじゃないですかね、うん、まあ、ちっちゃくなってほしくないですね。ね、うん、だから俺なんてもうなんでオリンピックのメンバーに選ばれないのよって、もし何かあったら起死回生でお前なんか打つかも分かんねえじゃんみたいなとは思ってたんだけど、うん、まあ侍もねメダル取れたしよかったし、はい、ご覧になっていただいてありがとうございます、お願いございます。まずチャンネル登録をお願いします。そしていいねもついでによろしく。それでいろんなこと思ったら俺こう思うよいいねとかいろんなものあるでしょうから、コメントもよろしくです。